よし、どうも、はじまきゅうしょうです。いや、パソコンうるさいな。なんでこんなうるさいんだろう。わかんねえや。まあ、いいけど。まあね、喋りたいよね。喋りたい。暇だからね。暇じゃないけど。暇だけどさ。くら寿司でなんか、寿司食わないでみたいな。くら寿司って全然寿司食わなくていいじゃん。何食べよっかな、くら寿司ったら。ラーメン、天丼、バーガー？なんか、普通に食ったらめっちゃ金かかる気するけどな。まあいいや。またお小遣い入ったけど、別になんか今使うもんないんだよな。言うて。言うほどなんか使うもんない。使うもんないなぁ。だってワンピース俺買いてぇのよ。ワンピース買えるまで貯金しなきゃいけないから、まあ、10月になったら買うかな、いろいろ。俺キングダムはね、買いません。電子版で買う。電子版でいっぱい俺キングダム持ってるからさ、なんで俺電子版にこだわるかって、俺本読むの下手なの。あとなんか、なんだろうな、病気でね、病気って言ったらまあそのガチな病気じゃなくて、まあ病気なんで、本読むとき見開き目いっぱい伸ばしたくなる病気なの。それで構えろーって言いながら、もうビチジジジって言って、なんか教科書とかも俺そうやってたんですよ。もう不転っていうのは俺マジ許せなくて、そういう変な病気持ってギュチギュチギュチってね、やってね、やってましたよ。教科書だってそうだった。いちいちやるの大変だし、で本が良くないじゃん、そんなことばっかやってたら。だから読む用の本っていうのは読む用だけどさ、保管状況は良くなくない？癖強すぎて。あ、癖っていうか人の読む癖がついちゃってさ、読んだ時の癖で売れないじゃん。まあ、売らんけど。ワンピースも早く買わなきゃな。まあ、ワンピース次いっぱいなんか、ポイント入る時に買おうかな。ワンピースカラー版全巻ね。44,000円！すんごい値段。何なんだろうな。まあ、カラー版がまた発売されたけど、ちょっとなんか法則性別にないの。一気に3巻。だったけど、なんかよくわかんねえなぁ。でもなんかジョジョリオン見たけど、なんか、あんまり面白くないよね。ジョジョリオン。って思ったけど、ジョジョって基本的に、ラストめちゃくちゃ面白いじゃん。ラストかけて。でも8部なんかさ、むずすぎるんだよなあれ。ウーともきとかさ、名前むちゃくちゃだしさ。ウーともき、まあ、の能力、全然理解できない、俺。岩人間もよくわかんないし、むずすぎるんだよ。なんか、話が。むずすぎる。早く主人公とかが覚醒して、すごい強い能力になってほしいな。いいよな、あれ。あ、どうせラスト面白いんでね。全部ラスト面白いじゃん。一部も、まあね、一部どんだっけ？俺一部ちゃんと見てないな。ちゃんと見よう。一部とか全部面白いから、三部もまあ最後面白いし、二部もまあ最後面白いしね。四部も最後面白いし。別になんか四部だって最、なんか、ジョジョって無駄に長くない？すぐボス行ってほしいのにさ、まあ、カタルシスっていうかなんかそういうのがあんのかな。そこまでの何かみたいなのがあるんだけど、めちゃくちゃ登場、なんでいるのお前らみたいな感じになるよね。すっ飛ばして最初からボスみたいって、まあその良さっていうのは感じないんだよね。だろうけどね。6部とかもなんかよくわかんないしな。いやでも6部の最後面白いしね。やっぱボス戦が一番面白いから、ジョジョは。どんなラスボスが出てくるんだろう。ラスボス戦が超おもれえからな。
でもジョジョの3部もなんか見なきゃいけないな。なんか俺全然漫画で見ないけど、今度漫画買おう。ドラゴンボールも俺見たいんで、別になんか加藤純一さんが言ってたけど、加藤純が純って言いてえな。だってさ、楽じゃない純っていうの。まあでも先輩だから、うんこちゃんが、まあ、うんこちゃんにするわ。なんかね、子さんぶってるわけじゃなくて言いやすいから、うんこちゃんがね、ワンピースのファンはドラゴンボールがどうのこうのとか言ってて、そんなんあるんだね。しょうもないね、そんな争いしてんのね。ドラゴンボールもワンピースもナルトもブリーチもね、全部面白いじゃん。トリコも面白いけど、カラー版が最後まで出てないの、あんま売れてないから。出せよー、トリコおもろいんだから。俺なんか違うと思うんだよな、別に。まずそうでもよくない？そんなグルメ界の食い物だってさ。あれ、まあ俺も YouTube で違法視聴者見ですけど、まずそうでも別によくない？うん、ただの草じゃんって言うけど、ただの草全然うまそうじゃん、エアとか。うん、まあ、ゴッドは確かになんかよくわかんないけど、そうなんだよ。だって、やべえ奴らがいる世界の食い物がさ、見た目がすごい美味しそうなわけないじゃん。出し尽くしたじゃん、あれは普通の人間界みたいなとこで。グルメ界ってそういうとこだから。と思って、別に俺グルメ界、めっちゃ面白いけどね。好きだよ、俺、トリコ。あれ、おもれえよな、トリコ。なんか文句言うやつ多いよね、漫画に。バキだって普通に面白くない？バキドさえ、まあネタバレだよ、ネタバキドの最後でも違法視聴で見たけどさ。まあ確かにそのなんだっけ、なんだっけあいつの名前。わかんない、覚えてないんだよな。あれね。なんとか海王。もう死んじゃったけどさ。まあそれはちょっと寂しい感じはするけど、なんで殺したとなるけど。まあ、寂しいよね、もう見れないってなると。でも最後ね、武蔵をね、おばあちゃんがキスして終わるっていうの、別に良くない？そんなお家でも。オリバ、カマセにしても良くない？ねえ、確かにオリバめちゃくちゃなんかね、オリバ確かにすごい最初はめっちゃごつかって、なんかめちゃくちゃ細くなってたけど、別に良くないっすかっていうのはもう。オリバーかませになっちゃって、バキおもろいけどね、俺は好きですよバキ。今度ちゃんと顔、ミニマイスミュウもなんか見たいって言って、おもろいもんなバキ。全部漫画面白いのに文句言うやつ多くない？カノカリ、カノ、彼女、なんだっけ、レンタル彼女だっけな、なんだっけ名前、彼女借りてますみたいなやつあるじゃん。あれも面白いけどさ。いや、俺はですけど、キベがなんかビンタするんだけど、まあ、でもあれも良さなんだよな。別に、あの、ネタバレじゃないけど、なんか、まあ、水原、いや、彼女じゃないからな、どのごたごたした時にキベがビンタするんすよ。かっこよくないのがいいわけ、俺は。そんな友達ってかっこいいやついねえじゃん。うん。あれもいいよね。よくよく考え、その時は嫌だな。なんか全然良くないみたいな。ドメスティックな彼女もはね、めっちゃかっこいいんすよ。うん。いいとこいっぱいあるし、いいやつだなとか、あるけど、かっこよくないのもまたいいんですよ、俺は。そう。どうあがいても別にいい。うん。あれで、俺はあれいいよ。うん。最初は嫌だったけど、よくよく考えたら、いいなって思うし。カノカリおもろいもんなあれ。でもそれは一巻だけ見た時のやつだからな。すごいレビューって気持ち悪いよね。のりゆきさんがワンピースのなんかスタンピード20点って言って、俺見ないよさすがに。ワンピーススタンピードのなんかネタバレでもするか。うん、ネタバレするよ、ネタバレ。いや、まあ別にネタバレはしないけど、めっちゃ面白かったけどね。まあなんか、ところどころそのなんだろうな、ワンピースの名シーンみたいな、いいシーンをね、パロってるところはあるんです。俺別にそれいいと思う。そのパロディ俺好きだけどね、なんか。いやでもクソ面白かったな、スタンピード。やっぱバトルシーンがさ、やっぱワンピースってあんまバトルシーンね、ないんだよな、よくよく考えたら。
あ、でもクロコダイル戦とかも結構バトルしてたけど、最後らへんとか。あれもう一回大画面で見よっかな。ちょっと後でネットフリックスで確認するわ。ネットフリックス高いから抜けてんで、1300円って高くない？ガキんちょが払っていい値段じゃねえよ、月額。払うのやめよう、マジで。親の金でネットフリックス見んなよくないよね。うるさい！俺は見るぞ。お前ら黙っとけよ。なあ。本当に意味がわからないんですけど、いや、意味わかるよ。わかるよ。みんなわかってると思う。みんなにね、いや、親の金でね、ネットフリックス見んなよみたいにね、言ってくるやつがいる前に、黙れ！ニコってしときます。いやーね、ワンピースタンピード面白かった。俺絶対ブルーレイ買うし、俺そのためだけに俺ブルーレイ、あのプレイヤー買うんで、見るんで俺は。本当面白かった、スタンピード。最高なんだよ、スタンピード。ワンピーススタンピード、その他もろもろネタバレ雑談ってね。いやー、ほんと面白かったよね。もう一回喋っちゃうかな。で、俺もう一回見に行くんさ。なんかすごいね、バスターコールエディションっていうので、ガガガガガガンってなるのがあるんですけど、それも見に行きます。俺、あ、なんかあれ、みんなバスターコールエディション始まる前になんか見てんなと思ったら、なんか 4D なんちゃらとかはもう別に始まってて、それがさらに激しくなるって。だから俺は一回激しくなる前に言っといた方がいいのかもしれないって言うけど、めんどくせえ、めんどくせえ。めんどくせえよ。いや、でもバトルシーン良かったな、あれ。超良かった。あ、まあなんかね、おかしい点あるっちゃあるけど、別にいいかなっていう、なんか、お祭りだしっていう、面白いからいいわっていうね。原作ではそういうのないけど、映画だから許されるみたいなところあるけどね。確かにゴールデンテゾロもよくわかんない。だってギアフォースになってからって別に勝てなくね？って言って、おらららら、あらーみたいな、あれもちょっとよくわかんないけど、映画パワーみたいなのありますけど。ゴールデンテゾロ面白かったかな。まあ、でも普通に面白かったんじゃないかな。普通かな。スタンピード見たら全部普通になっちゃうな。相当面白かったよ、俺は。いい映画だった。俺が今まで見た映画の中で一番面白い。多分あれを超えることはできない。なんでかって、俺がワンピース好きである限り、あの映画を超えることはできないんですよ。ワンピースの歴史とかそういうもん全部踏まえての面白さみたいな。あ、これこのパロディーだ。で、パロディーっていうかリスペクトっつうかさ、リスペクトもまた違えんだけど、まあ、似たようなリスペクトパロディーみたいな、パロディーリスペクトみたいな、とか、まあ、いっぱい盛り込んであったし、いいなーって思った。でもそれをなんかいちいち言うとキモいけどね。キモいっていうと、これ、分かる人っていうのは、誰かがね、あのキャラの成長したセリフがあってグッときましたみたいな。そういうの見ると、うってなるけど、気持ち悪いなって思うけどね。ひどいでしょ。俺が言うのはいいけど、人が言ったら気持ち悪いって思うんで。でも気持ち悪いもんな。なんで気持ち悪いってものがわかんねえ。ひどいな。なんで？俺本当は全部にムカついてんだろうな。ムカついてるから、ちょっとでも鼻につくことがあったらなんかキモいなって言うんだろうね。よくないけど、こうなっちゃってるからしょうがない。なんだろうな。おー、スタンピードもろ、のりゆきさんがなんかね、20点って言ってるけど、普通にそれはなんかアクティブ稼ぎでしょ。でも俺絶対に見ないけどね。俺は、スタンピードの、のりゆきさんがどうのこうの言ってんの。別にそう、あれってさ、好きであればあるほど面白くなる映画なんですよね。俺は良かったな。倒し方もまたいいんですよ。これネタバレね。これすごいネタバレ。最後のネタバレ。まあ、最後そのギアホースと、まあ、ギアホースとね、なんか、ギアフォースのキングコングガトリングってちょっとよくわかんない技で倒すんですけど、まあすごい技ですけど、すごい技で倒すんだけど、俺別に良かったな。あれ、あの勝ち方って多分あれなんですよ。ルッチ倒した時、ルッチがジェットガトリングでね、ルッチをジェットガトリングで倒した時のパロディっちゃパロディじゃん。でもあの倒し方っていいよな。なんかちょっとさ、
すげえでかい一発じゃなくて強力な連打で倒すっていいよね。あれあのか倒し方いいよね。まあ、でもガトリングはあれだよな、あれでもやってたけどな、あのノアの箱舟ぶっ壊す時もでけえ一発でドーンってよりもさ連打で倒すっていいよね。超良かったなスタンピード。確かにその映画そのもののオリジナリティっていうのはないかもしれないよ今考えたらね。でも俺楽しかったからいいかな。オリジナリティがないって言い方は悪いんだけど、そのまあワンピースの歴史だよね。初めて見ちゃダメだと思う。俺はワンピースしっかりすんごい好きになっていっぱいいっぱい隅々まで見てね楽しむべきものだから、あれは俺だったら俺でもちょっともったいないくらい。もっとねワンピースをしっかり見てから見た方がもっと面白く見れたかもしれないけど、超いいよ今回のは。本当にいいと思う。あとパソコンでブルーレイはできないかな。俺今できなくなっちゃったんだよパソコンでブルーレイ。スパイダーバース見ようと思ったらできないから俺切れてますよ普通に。ムカつくなって。でもワンピース面白かったな。超おもろかった。めっちゃ面白かったんだよな。それつまんないっていうのひどいなって思っちゃう。ワンピースでもそんなためになりゆきさんワンピース好きじゃないでしょ、別に。うん。ワンピースオタクじゃないだろうから。俺ワンピースオタク全員好きだと思うよ。あの映画。うん。なんだろうな。まあ、その、つっつこうと思えばつっつけるって点はある。確かに。ね。まあ、最後なんであんなねでかくなったバレットに対してどんなジャンプしてんだよって。であとなんでそのメラメラの実が飛んでんだろうっていうのもちょっとあるよ確かに。でもよくない、飛びそうじゃない、なんかだってさマグマグだって飛んでたじゃん。うん、なんか飛んでなかったマグマグも、赤犬もなんか飛んでたよね。なんか飛んでも別にいいけど、めっちゃジャンプしてもなんかいいんじゃないかなと思います。別にね、まあ、確かに。あとルッチの乱脚強すぎみたいなねありますよ。うん、ルッチの乱脚強すぎっていうのもあるけど、うん、まああるけどまあいいかなっていう。そんなひどい点はないし、で別に派手な方がいいからね。てかルッチだって強くなってるでしょ別に。そんなよくわかんない海賊、若い海賊に負けたらもうねとんでもない鍛錬を始めますよルッチだって。それくらいねすんげえ乱脚出ても別にいいんじゃないかなって思う。確かにパロディっていうのはモリモリだったから、それがなんかダメなのかって言われると俺は別にいいと思う。うん、でもマジこういうの見たかったって感じなんですよ。やっぱバトルシーンが見たいけど、あんまバトルシーンまで長いからワンピースね。でもワンピースバトルシーンあんまないからな最近。結構さドフラーミンゴだって結構一方的にボコしたしさ、
ね、こういう拮抗したバトルっていうのはすごい見れてよかった。ゼファー先生とかね、指揮の時は別にそんななんか空中戦みたいな感じだから難しかったけど、見たかったんよね。でゼファーの先生になってさ、その時見たらめっちゃかっこいいんだけど、そのあのなんだろうな、あのその時っていうかスタンピードは別にずっと面白いんですよ。なんでかっていうと、そのルフィの実力だって、ルフィってあれ実力隠してたわけじゃん。2年の修行全然出さずに、なんかねジジイと覇気だけでね戦ってるっていうね。エレファントガン一発も出さずにね、覇気ですごく苦戦してたって、あれよくない？よくやるんすよ、アニメオリジナルでも。なんでギアフォース使わないのみたいな。ソネツにもっとバカーンでやれよって思うんすけど、まあギアフォースってそもそも、まあそんなルフィもバカじゃないんだろうね。フルスロットルで行くぜみたいな感じじゃないんだろうね。まあでもあんまなんか見聞色の覚醒は出てなかったなっていうのもあるんですけど、別に見聞色の覚醒って言われてもなんかむずいんだよな。別に覚醒があるから勝てるかって言うと俺は勝てないと思う。なんか能力の体質、あの肩くりがすごすぎるだけなんですよ。見聞色の覚醒に馴染みしすぎてる体だから肩くりが強いんですよ。もちもちの反ロギア、ロギアみたい、流動する体を持つパラミシアっていうのと、あの見聞色の覚醒ってね、めちゃくちゃなんつうんだろうな、なんていうんだろう、相性がいいと思うんですよ。別にルフィがその当たる未来を見たからって全部避けられないじゃん。確かにゴムだからって言っても、なんかあのなんかゴムだからって言ってもそのビヨヨヨみたいなゴムじゃないから。あとバレットも普通に強いしね。うん、見聞色の覚醒でどうにかできるような相手じゃないと思うんですよ。うん、今回はでもなくてもよかったかなって思うし、今回はあってもいいしなくてもいいし、だからそれそもそもでもあってどうするって感じはあるけど、なんかむずいよね、あれを出すっていうのも。まあ、出さなくてもよかった。まあ、懸賞金がちゃんと15億ベリーになってたのは嬉しいな。うん、まあ、別に今までも15億、まあ、15億っていいよね。うん、なんか懸賞金って出てんのかな。バレットの懸賞金分からずじまいなんだけど、あれどっかで分かったりしないのかな。なんか強いやつの懸賞金全然出してくれないんで先生が。それっていうのは先に出しちゃうと、あれ全然強くないじゃんってなるのを危惧してね。まあ、多分、小田先生はここまで考えて懸賞金出してないわけよ。だって、あの時代で10億って出したら今ルフィ超えちゃってますから。そう、だから出さなかったね、みんなね。ロジャーの懸賞金14億。すげえとかなってたじゃん。YouTube の違法でね。全然違う。ルフィが15億で。あ、これネタバレね。黒ひげ22億なんで。で黒ひげが22億って考えるとでも黒ひげってだいぶ早い。その最悪の世代ってすごい、結構ね、まあ年自体はちょっと言ってんだけど、デビューその派手なことを起こしてからの時間があんまないから、22億って結構安いかもしれない。4校だから全員まあね、4って数字かけてんのか分かんないけど、40億じゃないけど、まあでもいや、それはないな。30億以上だと思うんですよ。で、ドラゴンが50億。で、多分、ロジャーが55億とかなんか、俺の今の計算ではね。すっ飛んで。で、白ひげも40何億とか言ってるだろうし。でも、そんな懸賞金高いかな。悪いことあんましてない気がするから。でも、単純な実力だけでって、その、本当に4校に懸賞金ってどれくらいついてんだろうね。でも、シャンクスだってね、普通になんか海軍の軍艦何個も吹っ飛ばしてるからね。あれでね、あの白ひげに接近した時も、まあ、懸賞金っていうかね、どれくらいなんでしょうね。すごいルーキーっちゃルーキーですよ。まあその下積み時代が長かったとは言えども、その黒ひげ海賊団としてのデビューはまあまだ2年しか経ってないけど、それでも22億うんだと思う。で、懸賞金ビッグマムとかカイドウとかはね、30億全然いってそうですけどね、なんか。
それでもだってさ、ローのね、オペオペの実、オペオペの実一つ買えないんですよ、そいつら倒しても。だから、下手したら50億以上なのかな、4皇帝全員。単純に、懸賞金はまだまだ低いんだけど、でも全然それくらいの実力があるから、4皇と言われ始める、その、なんだっけ？落とし前戦争。の白ひげ海賊団を倒してからは、そこから4皇と言い始めるとは言われてるから、だからマルコの懸賞金も結構高そうなんだよな。やっぱフル株っていうかね、白ひげ海賊団の、まあ、一番隊隊長だっけ、マルコ。一番隊隊長だっけ、マルコ。わかんねえな。二番隊がエースで、3番隊がサッチ？4番隊がサッチだっけ？覚えてねえな、全然。まあ、でも1番隊はマルコだった気がするから、でもどうなんだろうね。よく言われてる、なんか、カイドウ。カイドウとビッグマムは同じ船だったって言われてるんだけど、でも白ひげもミスとミスバッキンも、同じ船だったとは言われてるから、白ひげとカイドウビッグマンは同じ船だったって可能性、まあ、ロックス、いわゆるロックス海賊団っていう。でもそこに白ひげの名前が出ないってどういうことなの。もう死んじゃったから出さないよってことなのかな。ひどいな、それはそれで。同じ船とは言えないそうなんだけど、でも俺はなんか異名としては多分ワンピース考察じゃないけど、白と来てるんだから、赤ひげってやつもね、それが俺ロックスだと思うんだよな。イメージから赤しか浮かばないんだよな、そう考え、そうなっちゃうと。なんか、青ひげってやつもいたけど、違う、青ひげはあれか。多分銀玉かな。銀玉だな、青ひげは。多分銀玉だよ。懸賞金4皇ってどれくらいなんだろうね。すごい高そうだけどね。まあ相当な事件起こしてるけどな。でもなんか懸賞金って案外高そうじゃないんだよな、別に。あんま高そうじゃないな、シャンクスとか。シャンクスでも懸賞金はそこそこありそうだよね。海軍が海を支配できないっていうか、支配っていうか、そういうのができないっていうのも四皇たちのせいでもあるからね。でも均衡三大勢力とか何大勢力とか言われてるのに四皇が入るっていうのは、やっぱ海賊自体の抑止力になってんのかな。全然赤髪に関して出てこないからな、むずいね。無事は。じゃあ、まあ、パソコンがうるさいので、やめます。